科学的に正しい恋愛関係のあり方はありますか？正しい恋愛関係とかないと思いますけどね。でもさっきと同じだと思うんですよ。多様性を認められるというか、お互いのなんか嫌なところが愛せるというか、あとまあ一番いいのは嫌いなものが合う。嫌いなものに対する考え方が全部合う夫婦とかカップルはめちゃくちゃうまくいきます。はい。うん。